当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。そしたらまずスモールセコンドからつけていきたいなと思います。24時間計がありますね。右側は24時間計です。どっちがこっちだ。右できましたね。切り替わりました。そしたら切り替わったので12時ぴったりのところにこの針を乗せてあげますと、そのせこの針ですね、ずれてますね。ふざけんな、入れよお前よ。ちょっとこう軽く押してあげましょう。これで一旦チェック。あとはここ一旦では動かしてあげて、クロノグラフも一回動かしてあげるんです。したら止めますと。ここは積算系、分積算系かな。どっちだこれ、どっちだろう、分かんねえや。とはいえまっすぐつけましょう。なんかつけづれえな。あ、ここは秒針だね。ではここが分積算系です。ここをまっすぐ真上につけるようにしましょう。一回リセットかけてあるんでね、どこでまあリセットかけてもいい、かかっててもいいんですけど、後で調整できますが、まっすぐ真上の位置で針をつけますと。で必ず文字盤とのあたりをチェックしますと。そしたら次にもう一度一周させます。時刻をね。はい、日送りできたところで、針を乗せていきましょう。はい、カチンと入りましたね。カチンと入ったってことは大丈夫そうですね。では次にこちらも乗せていくと。そしたらクロノグラフ針を乗せますと。ここはまっすぐ真ん中に
乗せるように注意しましょう。これ俺下手なんだよな。そしたらこれをチェック。 OK。 うん、けどね、こういう感じです。であとはまたプッシュボタンを押しますと。抜けましたと。マキシンは一緒なので、使い回しをしましょう。必ずマキシンが同じかどうかをチェックしてください。同じだね。仕様変更なんて場合もあったりしますのでね。そしたら、これを入れると。ケースに戻していきましょう。からマキシンを入れていくんですが、ずれてますね。ずれてるときはきちんと修正を加えてマキシンをきっちりと、はい、すぐ入りました。いいね。と積算系の具合をちょっとチェックしていきましょう。動いとるわ。動いてる。だから OK と。なんて？よし。OK。でまあこういうふうなね、ネジ式の場合は俺は。とこうやってオイルをさしてあげてます。まあおまじないだけどね、おまじない的な感じでやってますけどね。腐食を防ぐために、腐食による固着を防ぐためにですね。ビーコバーグローは結構ビスがでかいので、でかいドライバーでつけました。よし、恐ろしいなこの中華製の。ということで後編ですね。初心者講座としてやってきましたが、でどうだったでしょうか。止まった。初心者講座でね、意気揚々とね教えるつもりでやってましたがね、止まった。止まった。あのね、まあもう直してるんですけど、要はこのスモールセコンドとこの地震が当たってたんだよ。でまあ稼働テストをさせるんですけど、稼働性テストの際にこうね6時ぐらいの位置で止まってたんだよね。ああ止まったと思って。こういうことが起きます。だからあの稼働テストというのは大事なんです。でパッと組んでパッとね、でまあすぐ装着っていうわけにはいかないですから、意外とこのね稼働テストをしっかりしてください。一
番時間取ってるのは正直稼働テストです。その稼働テストをさせてる間に何か不具合とかっていうのが起きますから、今回みたいにね当たるからで、まあ、きっちり また直してね、今は大丈夫だね。で、まあ針押しですね、針のその押し方、押しすぎると文字盤に当たります。押さなすぎると針との干渉があります。このね、非常にこの力の加減というのは難しいですので、やはりやっていくうちにそういったコツというのはやっぱりね、掴んできますから、どん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 チャレンジすることが大事です。でクォーツはやはり機械式に比べて若干デリケートです。デリケートですので、その辺もやっぱりこの注意してもらって、なんていうのかな、優しく扱うっていうのかな、っていうのがやっぱコツですね。でやっぱり一番今ね、俺が失敗した通り、針との当たりというので、時計が止まってしまうっていうのはよくあることですから、必ずまあその針との干渉のチェックというのは必ずしてください。こうやってね、きちんとこうやって見てください。こうやって、あとね、ルーペも大事ですからね。ルーペこうやってね、当たってないかどうか見てください。本当にね、少しなんですよ。本当に少しだけ当たってるとかね。でもね、クォーツの場合はトルクが弱いですから、乗り越えていけないんですよね。何しろさ、機械式の時計にしろさ、針の当たりっていうのは良くないです、そこでまあ時間の誤差が生まれるもんですから、絶対に良くないんですからね、必ずチェックして、できちんと稼働テストをして完成となりますからね。いいですね。これで、ね、まあチャレンジする方も増えればなと思ってます、やっぱりね、こういった場合はやっぱりチャレンジしたいと思う人もいますけど、やっぱりね、時計作業ってね、やっぱりまあ向き不向きあります、何しろさ、何の作業にしろ向き不向きってありますから、できないなと思ったのはもうね、任せてしまった方がいいです。任せてあげた方が本当にいい、でもできそうだ、自分でもやってみたいっていう方はちょっとね、チャレンジしてみてください。そのチャレンジが大事です。でね、やっぱりコピーでいいところ、今回もコピーの時計の修理ですけど、コピーでいいところってね、やっぱりね、修理のね、その技術がね、相当に身につきます。俺はそれでね、時計の技術をね、手に入れました。コピーはね、ダメだって言いますけど、コピーはね、本当に時計の技術が身につきます。なんでって、安いからあと中華製のね、ムーブメントでも時計の技術ってよっぽど目につきます。なんでってね、難しいんですよ。オリジナル、例えばオリジナルをいじることはあまり少ないんですけど、やっぱりね、オリジナルをやった時とコピーのムーブメント、中華製のムーブメントやった時の難しさってね、格段に、中華製のムーブメントの方が格段に難しいんですよ。なんでって、雑だから雑にできてるから。そのね、オリジナルのね、きちんとしたムーブメントをやるとね、もうなんていうのかな、すごく組みやすいんですよ。こんなに組みやすいもんかってぐらい組みやすいです。それはコピーに使われてる中華製のムーブメントで慣れているから、そういったことができるんだよね。これね、はっきり言ってなかなか時計屋さんとかはね、ちゃんとした学校行ったりしてやってるんでしょうけど、意外と中華製で慣れると、オリジナルのそのムーブメントって非常に扱いやすい。本当にこんだけも扱いやすいのかってぐらいね、すんなりこうスコッスコッスコッとはまってくるんですよね。それがこの中華製でね、慣れていると、ものすごく鍛えられます。相当に鍛えられますので、もしもこれからね、今回は初心者講座なんですから、ちょっと話の一つとして聞いておいてください。もしこれから自分でね、そうやってね、時計をどんどんいじっていきたいというのであれば、中華製のムーブメントをどん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 いじってください。安いですから、どん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 壊してもいいです。一番いいのは2813だね。2813とかはね、もうバラして組む、バラして組むを繰り返してください。それだけで、2813だけで十分よ。2813をバラして組むようになれれば、もう何でもできます。はっきり言って2813って組むのが非常に難しいんです。非常に難しい本当に難しいある程度ね、やってみて、やってる人は分かると思うんですけど、乗せれないの、受けが乗せれない、これを乗せれるようになったら、もうね、何でもできると思う
本当にそれぐらいね難しいですから。でやっぱり中華製のいいところはね、あのね自分の技術がね身につきます。技術というのかな、もうねもうそれを超えたものを身につけれます。忍耐力とかね違うかまあでもねちょっとね、あのやっぱりこうやりたいという方、ぜひまあ自分でねいじれるようになりたいなっていう方はね、ちょっとねチャレンジしてみるのがいいです。本当に一番いいのはやっぱ手順踏んでやるのがいいんですけどね、あの6497とかのでかいムーブメントがあるじゃないですか、手巻きのさ、あのガガとかに使われてるようなあれからまあやるとか本当はいいんですけど、うん、もうね2813から始めましょうやってみてください。それでできなくて6497とか大きいムーブメントにバラして、あ簡単だなと思って少しずつ自信をつけて、またこうやって2813にこう戻ってくるんです。そうするとまたこうガクンとなりますから、今持ってね2813組むのはね、あの至難の技です。これもね、あの受けのせがね非常に時間がかかります。本当にかかるな、あれはな、あれが非常にかかるんですよ。まあそれは何でやってるかというと、あれです、あのパッと見クロノグラフ加工でね、ちょっとそれをね、あれは2813系ですから加工した後にその受けを乗せるんですけど、まあ、そこでまあ結構乗せ受け乗せをやってるんですよね、2813のね。毎回時間かかる毎回時間かかるんですけど、ね、まあまあ話は長くなりました。ということで今日はねクォーツのね、あのムーブメントの入れ替えをちょっと詳しくやってみましたので、ね、あのやってみたい方、まあ今回は初心者講座のシリーズとしてやってみましたが、ぜひあのねチャレンジしたい方はねどんどんチャレンジしてみてください。本当にやっぱねやってみたいなで終わってしるとそこから進みません。やってみたいさえやろうでね、やっちゃえば後に戻りませんからバラしちゃえば後に戻りませんからね。やっぱそういうのもね、そういう勢いもね俺は大事だと思ってますからね。まあちょっとね久しぶりのねあれでした、初心者講座でしたが、ちょっとまたねどんどんまた増やしていきたいね、やっぱこうやってみたいという方もいますので、それに向けてねちょっとこういろいろやっていきたいのでね。あとは次はやっぱり調整とかね、調整とか、ね、機械式の調整とかもねちょっと初心者講座でやっていきたいなと思ってますんでね、また次回も楽しみにしておいてください。ということでこういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あとはね修理依頼なんかもねそちらで受け付けてますので、メッセージを飛ばして気長にお待ちください。時間ちょっとね返事返すまで時間かかりますんでね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。